しました。通知しっかり。お、こんばんは。唇に色なさすぎて。あ、スクラッチしやなかや。スクラッチもしやな。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？緑黄色、青、黒、赤。うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。こんばんは。こんばんは。ということで、いつもより背景がおしゃれなんじゃないかと思うんですが、思いっきりリクとかつって、資料置かれよし。なんと本日ママと波動の旅行に来ております。イエーイ。ちょっとまだね場所はね控えと置くんですけれども、あと旅行書いとこう。念願の本当に念願の。だってこれいつ優勝した商品のやつ忘れたから。そうです。そう、ママはどこで、ママはね、隣にいるよ。ももの左2メートル横にいます。横にいます、そうです。日本って、そう、日本は日本日本は海外は行ってん。でもさ、それこそ今日、まあ、ここ今いる場所は言えないけど、お互い飛行機乗ってきたんですよ。ママは奈良から来て、私は上京したところから来てそうで、だからお互い初めて一人で飛行機乗ったんだよね。そうそう、今日そうそう、もう、いや、ほんまに難しい。現地集合って、そう、現地集合は現地集合、なんなら現地解散。そうそう、そう、そう、帰る場所がねちょっと違う。お互い仕事とかもあるから、そう、同じ場所に帰れないから、そう、現地集合、そして現地解散で。そう、ママに至ってはリムジンバスも初めて乗ったから。リムジンバスって何って文字になったもん、先に。空港行きのやつね。そう、そう、だってもう一泊だけ、そう、一泊二日の旅でございます。二人旅初めて、初めてやな、二人旅。え、違う、初めて、旅行は初めて。そう、旅行にそもそもさ、うん、そんなんだってめっちゃちっちゃい時、めっちゃちっちゃい時、そう、家族やもん、なんだろう、ママちゃんと二人ってことは、二人はない、絶対パパもいたし、お兄ちゃんもいたし、二人はないもう今日朝のだって、こっち着いたの10時過ぎぐらいやろ。そう、現地に着いたのが、うん、そっからもうくまなく動き続けてたから今日そう、旅行はいつぶりって、全然、いつぶり旅行なんかなって記憶になくない、うん、ももちゃんが単独でってこと、プライベートの旅行が、うん、うん、行ってなくない、そんな行ってないよな AKB になってからそんな旅行なんそもそも行ってないよ、行ってない。だから10年以上は絶対行ってない、うんうん、旅行。お仕事とかで遠征とかはあったけど、うん、旅行は
一泊二日はかなり時間ないよねって。いやそうやねんな、バタバタやんなマジで今日。中日がないともう。そう。もう明日もとりあえずめっちゃ遊んで、ほんで飛行機の時間も割と早いから。だから明日は朝また早く起きて、とりあえずバババって遊んで、じゃあねって現地警察が。仕事みたいマジで。いやー飛行機も早いのって。いやそうやねんな、そう飛行機も早い、ママの最終便が早い。そうだからそれに合わせたらうちも早くなったっていう。そうそうとかじゃないと、うちが2時間1人になる、そう空港かなんかで1人になってしまう時間が生まれてしまうってなったから、急遽旅行決めたのって。我々はが決めたわけじゃないけど、この日でお願いしますっていう風に言われて、そうスタッフさんに決めていただいて、もうこの日って。だからなんかママなんてお仕事入ってたけど変わってもらって、そう変わってもらって、そう一人で行くのも嫌やなと思って、そう便乗した。そうママ合わせならしたか仕方ないねって。違うよ、ママ合わせでもない、うん、誰合わせでもない、もう運営さん合わせそうです。だからそうね、だから行く場所とかも知らん、うん、3日前ぐらいに知ったんじゃない、うん、言えば急に、そうどこどこに決まりました、えみたいな、そう結局なんか選べてはなくて、まあでもどこでも良かったから結局どこでもあれだったんですけど、そうでもまさかここかってなったよな。そうそうなの、場所は選べる、そう選べない、なんか選べなくなったみたい、わかんないけど、でもそれはそれで楽しいよね。なんか自分じゃさ、なんか選ば、え、なんて言ったらいいんだろう、自分の中でさ旅行行きたいとこってなんとなくあるやん、うん、で大体そこ選んじゃうけど、そこじゃなかったとしてもそれはなんか楽しい、今日めっちゃ楽しい。だからミステリーツアーって、そうだねミステリーツアーだね、そうガチャ気分だねって、そう楽しい。だからこの県ってこんなところあるんだとか、うん、うん、そうすごい時間かけて行ったとこ良かったね。え、そう、うん、なんかそのこの県に決まりましたみたいななってから、え、どこ行こうみたいな、観光で調べたら、わっ、え、ここあるのみたいな、うん、と思って、ここ絶対行きたいって言って、バスで1時間ぐらいかけてそうで1時間半に1本ぐらいしかないからバスが走るだからバスがなんかあの行きは良かったのよ、始発だったから。でも帰りが途中から乗れるバスだったから、まあ遅れてくるんですよ。だからそれまでそのこの県のあのナンバープレート名前言ったらあかんで、うん、危ないこの県のナンバープレートばっかり走ってるから、この県のナンバープレート以外のやつをバスが来るまでに何台来るか予想してそう面白かった、ね、昔からこういう遊びそうしてて、なんか懐かしいって言ってやってた、楽しかった、来たって、何台あったって、いや違うのよ、うん、なんか最終めっちゃあったそう最終的にはめっちゃ来たけど違う、うん、バスが17時14分だった、その時は来る予定が、そうでうちは私はそれまでに1台来るって予想だったの、うんうんうん、ママ3台って言ってて、で結果的に本来バスが来る時間までに来たのは1台だったの、だから私が正解だったのに、でもバスが遅れてきたから、そっから2台、3台、
でママの予想も超えて4台5台6台みたいな、そのとめどなく来ただから結果どっちも負けそうなの、ダメだった、そう不安になりそうって、いやちょっと不安だったよねめっちゃももちゃん言ってて、バス停こっちでいいのって、ほんまに来んのって、いやだから来た時と逆じゃないと帰れないでしょ、そう、いやでもなんかあまりにもさ、タクシーとかも通らへんしさ、来なさすぎて何も頼れるものが来ないから、これ大丈夫かみたいな、周りにコンビニも全くないしそう、楽しかったです、めっちゃ楽しかった、うん、そうです、大冒険やって、いやほんと、うん、ね、確かに大冒険、うん、楽しい大冒険だからさ、なんかもしさ自分がさ行きたい県とか行ってさ、うん、なんかうまく回れへんかったりしたらさ、うん、あーってへこむかもしれんけど、うん、土壇場できたからさ、うん、土壇場っていうか土壇場ってそう、別になんだろう、身構えてきたわけじゃないから、素直に楽しめてる、楽しい、あ、ママの大好きな大泉洋さん、そう初めての県なの、いやそうではないな、それではない、昔一回来たことはあるけど、でもめっちゃちっちゃい時、そう身内の、うん、結婚式で一回来た、その時にあれやん、ももちゃんの学校運動会かなんかやってですっごいそれ運動会出たいから行きたくないとかって言われてたけど、もう、うん、しゃあない、そうや、結婚式にな、飛行機運動会やったんや、そうそう、だってあの時の運動会体育さ、運動会のさ前になったらもう運動会のさ練習ばっかやん、行進とか、そうそうそう、でも私は出ないって言われてるから、本来なら一番前やのに背ちっちゃいから、いっちゃう後ろの、あの害がないところに、わかる、抜けても害がないようなところに入れられて、ずっと体育座りしてその体育見学してた、寂しかった、確かに、いやでも忘れてたわ、懐かしい、小3とか、ちっちゃかった、ちっちゃかった、小2小3とかって気がする、担任が女の先生の時じゃない、じゃあ小1小2小3小4やわ、お兄ちゃんそんな大きくなかったよ、5年6年とかじゃなかったんじゃない、そうやな、じゃあ小1、2ぐらいだったのかな、うん、懐かしい、小さい時背低かったの愛おしいって、今スラッとしてるのにって、うちの実物を見たことがないの君はあなた ちっちゃい時からずっと細いじゃあ、ね、俺身長ちっちゃいもん、そう、すごく大きく見られることが多いけど、あ、ももちゃんは顔が小さいからこうトータルで見たらすごい背高いかなって思う、ありがとう、あと厚底しか履いてないから背高く見えるのかな、ありがとう、でも一番前だったとは思わない、本当万年前だった、前ならやの、これ憧れてたの、うん、ずっとこうやって、そう中学生からめっちゃ伸び出した記憶、うん、中学生の頃はずっと前だった、難しいね、うん、一番前だった悲しい思い出だからさ、だいたい写真とか撮ってもらうときさ、お仕事でだいたいつま先立ちすんねんけどさでもなんかこの間全身写真でさ、うん、あのサウナの
あーはいはい、サウナ、あれでつま先立ちしてんのバレたつま先立ちしてるおもちゃんって書かれてた、あーっと思ってバレた。こんなもんでいいの？お、たまった？そんなに、そんな半分ぐらいあればいいんだよ。うん、半分あったら何や え大丈夫そう？大丈夫大丈夫。止め方わかる？止まった。なんかブシャ。これ水とお湯逆？え？何？冷たいお湯？違う。私今何触ったからサマーになったん？それはあのそっちのさ右側のひねりあるやん、うん、それ上にパンってやったらなるんじゃん。あ、理解。左は関係ない。左はそれ温度や。あ、なるほど。あ水浸しになるぐらいの。危ない。たまたまシャワーヘッドが壁の方向いてたから。あ、そうや、うち壁の方向いてたから。そう、あれこっち向いてたらもう終わってた。お家に出たんです。感謝してありがとうございます。ほんまや、危な。やばかった。うん。横っぽいなってな。これ初めてさ、来る宿とかって分からんやな。うん。いやもうほんまに。あ、15分経ったよって、ありがとう。じゃあ母そろそろお湯溜まったのでお風呂入るので配信はここまでにしておこうかしら。ありがとうございます。ありがとうございます。また旅の思い出の話は帰ったらするね、いつか、うん、よし、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位キョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がヨウちゃん、のユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチャットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、タック387さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、おやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がひでちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がかきアットマーク大西軍アットマーク旅行を楽しんでアットマーク、アットマークシャワー第9販売お支払い熊丸さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がパンダ丸アットマークチーム4さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてタワーかな、1位の方かな、1位の方ありがとう。じゃあ読んでいきます。じゃあ1位のキョイさん、キョイさんタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ありがとうございました。母が寝転んだ。いやもう今日だってえぐい量。いや、えぐいよ。もうちょいで2万歩。2万歩。まあでも2万歩以上にさ、移動距離が今日激しすぎるからね、マジで。ありがとうございます。すごい。じゃあこの後、しっかりお風呂に入って、しっかり寝て、明日も朝早くから。頑張って移動したいと思います。じゃあ、では今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？白、緑、赤でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。